家庭菜園で美味しいミニトマトを栽培するにはいくつかのポイントがあります。まず育てる場所を選びましょう。ミニトマトは日当たりが良く風通しの良い場所が適しています。また土壌は水はけが良く肥沃なものが望ましいです。肥料は有機肥料を使い定期的に施しましょう。次に苗を植え付けます。市から育てる場合は早春に発し発芽したら定植します。苗から育てる場合は購入した苗を適正な時期に定植しましょう。成長過程では定期的に水やりを行い枝を誘引して成形します。また害虫や病気に対しては早期発見駆除が必要です。有機農法で栽培することで安全かつ健康的なミニトマトが収穫できます。最後に収穫時期を見計らい十分に熟したミニトマトを収穫しましょう。熟したトマトは甘くて美味しいので早めに収穫することが大切です。以上が家庭菜園で美味しいミニトマトを栽培するためのポイントです。手間はかかりますが自分で育てた野菜は格別の味があります。ぜひ挑戦してみてください。